使い方をやっていきます。こんにちは、柴戸です。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。先日購入したですね、 Zoom の G1X4、 こちらですね、まあ、ちょいちょい使ってて徐々に慣れてきたので、まあ、使い方なんぞやってみようかなと思っております。まあ、基本的な操作なんですけれども、まあ、プリセットオンでまず遊ぶっていうのと、で次リズムマシン入っているので、リズムの鳴らし方と、あとルーパーですね、ルーパーの使い方で、その後ですね、リズムとルーパーを併用して家で遊ぶ方法と、あとは音のエディット、こちら5つのメニューで今回やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では電源を入れていきます。電源のですね、オンオフスイッチはないので、電池かアダプターですね、アダプターを挿すところがここにあります。ですぐにつきますね。でもうつけるとすぐこのプリセットになります。もう設定されているので鳴らせば、というような感じで、もうすぐにプリセット音が出せるというふうな状態ですね。でプリセットを変更するのはこのボタンが、このボタンで1234、これにですね10個ずつプリセット入ってます。なので10から19はここに入っていて、まあ、そのまま押すと20に行くんですけどね、こっちにつきますね。で30行きたいとき、こっちを押せば30に行きますと。で40に飛びたいときはこうやっていくというふうな感じで、こっちのフットとここで操作ができるようになっております。でプリセット音、基本的には出来上がった音ではあるんですけれども、中身を見ていくとですね、まあ、この MS ハイゲイン、これでですね、このプリセットの中身が見れます。ポチッと、とここに 1,2,3,4,5 個、5つですね、エフェクトが並んでますね。ゴールドドライブ、 MS800、 これモデリングですね、アンプモデリングで、 MS のこれキャビネットで、ノイズリダクションとプレートっていうのが入ってますね。でこれは5つともオンになっている状態です。これでオンオフを切り替えれます。ちょっと寄りますね、この明るさが変わってると思うんですけれども。で例えばですね、じゃあ MS800 をなしにしようと、ここを押すと消えます。で押すとっていうのをですね、ここのフットでもできるんですよ。実はこれでエフェクトが選べるんですよね。でオフにする場合はこっち、これでオンオフができます。2番が点灯してますね、今オンです。でここ押すと、これでクリーンと歪みの切り替えができます。こういった感じでプリセットで遊ぶこともできます。でもう一回ここを押すとですね、一個一個の設定が見れるようになってます。1番に入ってたゴールドドライバーの設定ですね、で MS800 の設定がこうやって見れます。こんな感じですね。でページが3分の1になっているので、これ4番回すと3番まで行くところがあります。インプット、ベース、ミッドで、こっちトレブルとプレゼンス、ゲイン、ボリュームというふうな感じで、で3番行って今度キャビネットですね、でノイズリダクションというふうな感じで、一個一個の設定はここからいけます。先ほどお伝えした眠ってるエフェクターがあるっていうのはですね、例えばこの11番、どんな音かっていうと、
するとディレイとリバーブがかかってるような歪みなんですが、まあ、ツェッペリンを意識した歪みらしいんですが、これでですね、ストンプボタンを押すと、ここが透明になってます。ここオンオフで実は眠ってるんですよね。何が入ってるかっていうと、ここワウが実は今入ってますね。もともとプリセットだけではオフになってたんですけれども、ここですね。ここ一番実はワウが眠ってて、これをオンにすると、というふうなですね、実は眠ってるエフェクトがあるっていうのを一個一個見ていくと面白いかもしれないです。で、オンオフはここでできます。これでまたワウを選んでオフにすれば、で、ワウを使いたいときはここをオンにして、なのでちょっと2回押さなきゃいけない手間はあるんですけれどもね。プリセットに関してはですね、一応全ての音を鳴らしてみたっていう動画を上げているので、そっちも見てみてください。ルーパーとですね、リズムの機能がついているので、ちょっとそっちを一回試してみましょう。リズムはですね、ここを押します。ここを押すともうリズムのページになって、パターンがですね、パターンがいくつもあります。ここでですね、オン、こっちでオフ、左でオン、こっちでオフで、リズムを選ぶのはここのつまみです。ジャンルで書いてありますね。ロッカーズ、スカで、ここ BPM スピードをここの3番のつまみで変えれて、ボリュームを80のつまみで変えれます。シャッフル、全部で68種類入っているようですね。ぜひいろいろ試してみてください。で、続いてルーパー行ってみましょうかね。ルーパーはここです。非常にこのですね、ルーパーも操作が簡単で、例えば、ここで、こっちを押せば、レックです。操作はすごく簡単です。じゃあ、ちょっと撮ってみましょうかね。うん、これで撮れてますね。プレイになってますね。これで重ねられてます。ここに自分で上から重ねて遊んだりですね。ここ右のフットを押して、で全部消すときは長押し、これでクリアですね。非常に簡単です。で、さっきのリズムとルーパーを合わせることもですね、可能なんですよ。なのでリズムで、例えばこれ鳴らしながらルーパーに行きます。ルーパーを押しておくと、でこのリズム鳴らしたままここを押すとカウントが始まります。
った感じでの遊びもできます。まあ、ここまでがあれですね、プリセットの音でリズムとかルーパーを楽しむ方法みたいな感じですね。でこの後エディット音を作っていきたいと思うんですが、エディットはですね50番からしか入れれません。エンプティーになっておりますね。エンプティーという名前になっております。ここに自分で音を入れていくんですが、まずはですねここプチッと押して何も入ってないバイパス状態になっております。バイパス状態になっているのでここでエフェクトを探していきます。ポチポチとコンプからオートワウ、これもうオンになってるんですよ。オンになってますね。フィルターみたいな感じですね。まずはやっぱり歪みの音を入れていきましょうかね。チューブドライバー、これブースターですね。これにしときましょうか。スイートドライですね。で次2番に入れたいという時はここですね。1回ストンプボタンを押して2番を押すとまたバイパスになってます。でここで選んでいくんですが、コーラスとかフェイザーとか入れていきましょうか。これ入れときましょうか。では3番にはどうしましょう。ディレイとかにしましょうか。あ、ディレイ。幻想的ですね。というふうな感じで入れていけます。で、オンオフはですね、左上ポチポチ押して、今すべてがオンになってますが、こうやって半透明にするとディレイがなくなります。でフェイザーも半透明にするとなくなります。でおすすめの機能がありまして、4番に入れましょうかね。4番に、じゃあ4番に入れていきましょうかね。おすすめはですねペダル系のリバーブとかディレイとか、あとビブラートとかですね。これがおすすめです、僕の中で。踏むとかかるというですね、画期的ですね。これは踏むと音が濃くなります。で戻すと普通になるとと言ったのが、他ディレイとかもですねあるんですよ。でディレイとかもあるので、例えばディレイにしましょうかね。踏むとかなりパンチの効いた音になります。ちょっと踏むと、強く踏んでいくといいですね。この踏み具合でディレイのかかり具合が変わってくると、これはおすすめですね。ライブの時も非常に使えると思います。まあしかしながらですね、ちょっとペダルはですね、やはりワウを入れたいなっていう時はですね、ワウを4番に入れていきましょうか。ブラックワウ、これですね。
っていう感じなんですけれども、歪みよりやっぱり前に置かないといけないので、そういった場合はここセッティングを押してチェインですね、1番のこのチェインを押しますと、エフェクトの並んだ順になるんですが、このワウを4番ですね、4番のワウを1番に持ってくるという風にすることができますね。これでエフェクトの並び順が変わります。でしかしながらですね、すべて今オフになっておりますので、ワウ以外はここでドライブを入れると、例えばドライブを入れる場合はで、ドライブをオフにする場合は左のボタン、でワウをオフにする場合はまたワウのとこまで行ってこれを押して、じゃあ歪みを入れようと。よし、次はフェイザーだという時は右を押して左というふうな感じでですね、エフェクトの切り替えをこの2つのフットでできるようになっております。なのでここに5つですね、自分の好きなエフェクターを並べてオンオフをしながらライブの時にフットで音を調整していくっていうことが可能になっております。このストンプモードはですね、まあかなり使えるかなと思いますね。まあ5つに限られるんですけれども、基本的にはまあ1番にペダル系入れて、2番に歪み系を入れたりして、まあ3番4番あたりにコーラスとかフェイザーとかフランジャーで、5番とかにディレイなんかを入れておくと、まあそれだけでも十分ライブでもかなり使えるかなと思います。でこの名前を変えたい時はですね、セッティング、ここを押してパッチ2番を押しますと、ここで変えれるようになっております。これも簡単ですね。いかがでしたでしょうか。まあ多機能なんですけれども、基本的にまあ家で遊んだりとかライブで主に使うのはこんな機能かなっていうところをピックアップしてご紹介させていただきました。まあまだまだですね、面白い機能あるかと思うんですけれども、まあまずは今ご紹介した基本機能を押さえておけば、まあ、大丈夫かなと思います。ライブとかでも全然使えるかなと思いますので、ぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。